三股正荘はバーの運営資金として松本人志から1500万円を借りたが、高級ブランドバッグや時計の購入、そして女遊びのために使い果たしバーは撤退していた。三股正荘はバーを撤退していたことを松本人志に黙っており、松本人志は、怒りを通り越して呆れ果ててしまった、と語っていた。三股正荘は松本人志から、不在着信を残すときは、必ずメールなどで要件を伝えてほしい、と言われていたが。 新年早々に不在着信を入れてメールをしなかった。理由は生の声で、新年おめでとう、お伝えたかったから、三又又蔵は松本人志から1500万円の借金をして長い間返さなかったが、テレビで松本から指摘されたことが理由なのか次の年には1500万円を返却した。